お、君は今日も元気そうだね。フル充電したパワーショベルみたいだよ。前に話したビデオテープ取りに来たんだけど。せっかくビデオ屋に来たんだから一緒に見てこうよ。いいよ。ただしイアスの分解に同意してくれたらね。冗談だってば。行こう、君のとこで一緒に見ようじゃないか。確かに悪くない映画だったかな。コメディだけど思わず涙腺に来ちゃうシーンも多かったね。実はこの映画はおちびちゃんに勧められたんだ。旧文明からタイムスリップしてきたヒロインが私によく似てるって言われてね。確かにね、研究のために無茶するところなんかはそっくりかも。それに関しては実の親からの遺伝かもしれないんだよ。うちの両親はね、ホローの研究者だったんだ。私が小さかった頃、彼らはよく遅くまで働いてた。自分たちがご飯を食べることだけでなく、私のご飯のことまで忘れちゃう始末でさ。なんだか随分身勝手な親御さんだね。私もそう思ってたよ。でも後になって、どんなにわずかでも二人と過ごせた時間は貴重なものだったと思い知らされた。ある日彼らは行方不明になったんだ。ホローの調査中に起きた事故でね。ごめん。うん、大丈夫。もうとっても昔のことだからね。その後私はホルスさん、つまりおちびちゃんのお父さんに引き取られたんだ。おっと、聞かれてもないことをペラペラ喋っちゃった。やっぱり映画って人を感傷的にさせてしまうんだよ。話してくれてありがとう。こんなこと久しく誰にも話してなかったのにな。よりによって君の前でこぼしちゃうなんて。もしかして君のことを気に入ってしまったのかな。ありがとう。君のおかげで久々に映画を楽しめたよ。機会があれば我が社でも君たちのお店を宣伝しておくからね。それとイアスを分解する件なんだけど、もうちょっと前向きに検討してくれないかな。優しくするからさ。